あ、これは合計24,000円。あ、まだちょっと質問来てる、これ DS ウィニー見てないっす。はい、でもウィニーがなんだかよく知ってます。なんすか。だからもうあのね、これが音楽のそのなんていうの、なんだよ、ネットでばらまく最悪なものだったんだけど、でもそれを作った発明した人が捕まっちゃったんだよ。でもね、それって別のことに使えばものすごく良かったと思うんだよ。ジー裏で1万人集めているひろゆきさんと通話してみて。いやいや、1万人も集められるひろゆきと俺は話、いや、ひろゆきと話してみる。今俺がしたって何すんの。そうですよ、うん、だから悪いから やんないけど、うん、やってみる。いや、やんない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 、おい出ると思うよ多分。いや、出たって嫌だ。嫌だ、嫌だ。ひろゆき嫌い。いや、嫌いじゃないですよ。全然嫌いじゃないですよ。すごい言うことって納得できることもあるし、あの、できないこともあるし、でもすごい人だなと思ってますから。俺もすごいと思う。でしょ、うん、俺単純にすごいと思うんですよ。でも、ひろゆきも堀江もすごいと思うし。いや、堀江さんもすごいね。うん、これは、あの、だから、ボケないでほしいよね。みんな、本当に、なんか、仲良くしようよ。いや、もう本当それ思うね。でも、戦いを求めてんのは、うん、お前らだろ。おもろいから。そうなんだよね。だろ、ガーシー対誰がしたってさ、俺は、誰も俺はもう喧嘩したくないよ、何も、うん、もうやめた。前なんか変な悪口言われてからかった人もいたけど、でもその人のことなんか噂で聞いたら結構いい人だって言うから、俺も今、そうなんだ、なんとも思わなくなっちゃってさ、いいんだけどさ、まあはい、はい、聞きました。